まあ、1個上の慎吾さんがずっとスタメンで出ていて、まあ、自分の出番が回ってくるのは4ピリの点数が離れた後とか出るぐらいだったので、出場時間はあんまりなかったんですけど、と同じことをやっては試合ではあんまり活躍できないというか、変化をつけられないと思っていたので、慎吾さんコントロールするタイプのガードだったんですけど、自分は結構シュートを狙ったり、自分は点数を取ることを意識して試合は出てました。まあ、強さの部分はやっぱり外角のシュートとケータのところなんですけど、シューターがいっぱいいて、まあ、土浦のメンバーが松脇とか要所で決めてくれるところがやっぱり日大の強みですし、ケータがゴール下にいることによってシューター陣も思いっきり打ててるっていうところはあると思うんで、そこは最大の強みなのかなと思います。体のぶつかりがすごくて、その焦りはすごかったです。だいたい平均身長も高くて、普段の試合ではあんまでかい人に疲れることないんで、そのでかい人に疲れた時のシュートの打ち方とかは結構考えました。まあ、他にはまあディフェンス面で当たりが強くなったと思ってて、まあ、センターに対するディフェンスは前よりはできるようになったかなと思って。まあ、キャプテンの本村は、まあ、練習の時からチームの雰囲気を良くしようと意識しているのは感じるので、その分試合になったら自分とあと比嘉、高明がスタート出てるんですけど、その2人で、まあ、4年生がいることによってチームが安定すればいいなというふうに思ってます。今まで3年間、まあ、リーグ戦とかも通して上位にあんまり食い込むってことがなかったんで、その最初の1戦目と2戦目は絶対に落とせないんで、ベスト8以上は、まあ、進まないといけないと思うので、そこでとりあえずは勝ちたいです。まあ、最終日までは行きたいっていうのが正直な気持ちなんですけど、全チーム優勝を目指していると思うんで、そこの気持ちに負けないように自分たちも優勝を目指して頑張っていきたいと思います。